が、ね、佐賀の空港に行ってます。大雨です。線状降水帯がですね、次々と九州北部に流れ込んで、今佐賀、福岡、大分、これ特別警戒警報、特別警報が出てます。ただこの佐賀市はもう特別警報は、外れました。もう水しぶき、隣川ですけども、もういっぱいいっぱいですね。これ空港道路の横もこんな具合です。飛ぶといいんですけど、まあ飛んでると思います。このあと、3時半から、野党合同ヒアリング行います。昨日もこうやって見回ればよかった。手出して、iPhone、携帯出してやってたの。携帯ぶっ壊れて、SIM カードを取り替えるか、東京で修理するしかなくなる。電話が通じませんので、事務所経由か、ネット経由でお願いします。こういう時に申し訳ないです。いや本当に川と田んぼの境がもうないですね。道もこれだからなんとかなってるけど、これですもん。これ向こう側川です。これ川、もう満潮はちょっと過ぎましたかね。有明海の方に向かってますが、満潮、がはけてくれないと、もうどうにも、で筑後川が決壊するなんてのはもうこれまで私たちもあんまり経験したことがないことですね。じゃあ皆さん、くれぐれも厳重な警戒、命を守る行動をしてください。